タンタラスの丘からホノルルの街と太平洋を望む。タンタラスの丘と日本語で呼ばれているところはアメリカ合衆国ハワイ州オアフ島にある噴石球でホノルル及び付近に在住の人々のハイキング地として格好の憩いの場所になっている。タンタラスの丘はオアフ島の風上に北東から南東に伸びるコーラウ火山群の一番南東端にある噴石球でこの方面には パンチボール、ダイヤモンドヘッド、ココヘッドなどの火山関係の地形がある。ホノルルの街は、基本的に、タンタラスの丘を作った火山の火山灰の上にある。タンタラスの名称は、ギリシャ神話のタンタロスから来ていて、付近の小学生たちが登っても登っても頂上に、着かない状況を、タンタライジングリーアウトブリーチといったことから、名付けられたという話が伝わっているが、小学生が、 タンタライジングリーという抽象的な難しい福祉を知っていたかは疑問もある。タンタラスの丘は1800年代の後半にはタンタラスループとして馬車で降楽を楽しむ地として利用されてきた。その後、この地とダイヤモンドヘッドにはハワイ沿岸防衛用のディラッシー要塞とルーガー要塞のために制御ステーションが設置された。太平洋戦争中の1942年3月には タンタラスの丘の南側は日本海軍の警察船で爆撃されている。タンタラスの丘はホノルルの町の北にあり、アラモアナ、ワイキキ、マノアなどの比較的近くにあり、頂上からはホノルルの町や太平洋が見える、景勝地でホノルル市民の格好のハイキング地となっている。丘の頂上はプー・アラカー州立公園になっていて、休憩所、トイレ、展望台がある。 タンタラスの丘はまた夜景を眺める絶好の場所になっている。金曜日の夜はワイキキで打ち上げられる花火もよく見える。ありがとうございます。